着物セラピー。こんにちは、着付け講師のトミーです。オンライン着付け教室を主催し、障害があってもなくても着物を諦めることなく、着物を着て家族みんなで笑顔のお写真を撮るという着物セラピーという授業もしています。今日はですね、結城紬です。これは結城紬になります。大島紬って聞いたことありますかね。この大島と結城が、2大ブランドというか有名な紬になるんですけれども、それぞれね特徴があるんですよ。でそれぞれすごくこう、もう作り方から何から説明したらこんな動画じゃ足らないっていう感じなんですけど、多分ねそこまで皆さん求めてないと思うのでざっくり言います。この着る側としての結城の良さっていうのをちょっと伝えますと、結城紬っていうのは真綿からできてるんですね。で真綿って分かりますかね。まず絹っておかいこさんからできてるのは知ってますよね。でおかいこさんが口から出したあの糸をぐるぐるぐるってして繭になって、その繭を糸口ってあるんですけど、それをピーってこうプルッと全部こう一本の糸になるんですね。それが絹糸になるんですよ。キート、生糸って書いてキートなんですけれども、この紬が作られる真綿っていうのは、そのおかいこさんのあの繭を煮て、こうふわーって広げるんです。こうやってそうすると真綿の帽子みたいな形になる。こういうその帽子をいっぱいこう何枚も何枚もこう積み重ねて、そこからこうやって寄っていくんですよ。なのでキートと同じ蚕の繭から作られてるんですけど、ちょっと製法が違うんですよね。で真綿っていうのがですね、性質として軽くてあったかいんです。この真綿をただこう手に乗っけてるだけですんごいふわふわして軽いんですけど、めちゃめちゃ暖かいんです。ほんとびっくりするほど暖かいんですよ。でその暖かい真綿からできている着物ということは暖かいんです。なので結城紬の一番の特徴は暖かいです。なので私もこの結城は12月、1月、2月に着る着物です。真冬で寒い時期になると、逆に言うと結城以外着たくないぐらいに、ああでも寒いな、やっぱり結城にしようっていう風になるお着物なんですよ。逆に言うとあったかい時には不向きなんです。別に着てもいいんですよ、着てもいいんですけど、せっかくこの暖かいっていう特徴を持っている着物をわざわざ暖かい日に着なくてもいいかなっていう、やっぱ寒い日に着る方がいいかなって私は思っています。で、私のこの結城は黒なんですけど、私もね黒の着物って苦手なのであんま持ってないんですよ。あんまり似合わないかな思ってるんですけど、これぐらいですね、こういうはっきりした黒の着物。あと夏にあるけど、でも夏の着物ってこう透け感があるのでまたちょっと違うんですよね。冬の着物でこれだけの黒っていうのはこの結城ぐらいしか持ってないんですけど、これはすごく気に入ってて、黒でもよく着てます、その真冬にね。ということで結城紬はあったかいお着物なので真冬に最適ですよというお話でした。でじゃあ今日の私のコーディネートなんですけれども、これは春仕様というか、なんていうのかな、季節は色と季節は関係ないです。よく白っぽい着物だからこれは夏ですよねとか、これ暗い色だからこれは冬ですよねって聞かれたりするんですけど、 色は関係ないです。白い着物だろうが冬の着物は冬に着ますし、黒でも夏の着物は夏に着るものなんですよ。素材が違うので、素材と仕立て方とかが全部違うので夏と冬では、だから色では決まらないです。
で、ただ雰囲気というかそういうのはあるじゃないですか。例えばなんとなくこう春になってきたら明るい色が着たいなとか、冬の方がちょっと暗い色の方が多いなとか、秋だと茶色とかからし色とかが多いなっていうような、なんかこういうイメージみたいな、自分の中で落ち着くその季節のイメージの色っていうのはあると思うんですね。なので私のこの勇気紬、私のこの勇気紬っていうのは寒い時期に一応着てはいるんですが、今回この同じ着物と帯というコーディネートでちょっと2パターンやってみますね。今私がしているのがこれピンクの帯締めで、ピンク紫の帯揚げになります。これはだんだんと春らしくなってきた時、もう立春も過ぎてだんだんとちょっとこう日も長くなってきて、こうあったかい日ってあるじゃないですか。もう2月の後半でも、それこそ3月の初めとか、そういう時にはちょっと春めいたこういう小物とかで色を出して、春らしさを出したりします。で逆に冬の場合は、はい、こちら冬バージョンというか、別に冬バージョンって決まってるわけじゃないんですよ。ただちょっと白黒コーディネートっていうで、かっこいい系、さっきと雰囲気違いますよね。半襟までは変えてないので、まあ、半襟はこのコーディネートの時にいいなっていう風に、黒と白の半襟、ちょっと黒と白の模様の入ってる半襟ですね、に黒のお着物で、白の帯、これは博多です。博多帯、勇気紬に黒の勇気紬に白の博多帯で、白と黒の帯揚げ、これね見えないかもしれないんですけど、ちょこっとだけ見えてる、これキセルなんですよ。キセルの柄が入っている帯揚げに白黒の帯締め、なんかこんな風にして、ちょっと今日はモノトーンコーディネートですっていう風にするのも楽しいですよね。そう、博多帯ですね。こういうシンプルな帯っていうのも1個持っておくと本当に小物で遊べるのでおすすめです。でさっきのね、帯締めと帯揚げしか書いてないので、すごくないですか？ガラッと雰囲気変わりますよね。こんな風にして遊んでみてください。